藤代一世は、日本の情報工学者。慶応義塾大学理工学部教授。公衆電子科技大学計算機学院客員教授。日本学術会議連携会員。慶応義塾特選塾員、元画像電子学会会長。渋谷生まれ。1979年千葉県立千葉高等学校。卒業。1983年筑波大学第三学軍。 情報学類卒業。1985年筑波大学大学院、工学研究科電子、情報工学専攻修士号取得大学、東京大学理学部情報科学科助手。1988年筑波大学電子、情報工学系助手、東京大学理学博士。1989年筑波大学電子、情報工学系講師。 1991年お茶の水女子大学理学部、情報科学科助教授。1994年ニューヨーク州立大学、ストーニー・ブルック校コンピュータサイエンス、学科客員教授。1997年高度情報科学技術、研究機構特別障兵研究員。1998年お茶の水女子大学理学部、情報科学科教授。 2001年日本原子力研究所総括研究グループ研究員2003年科学技術振興機構総括研究グループ研究員2004年東北大学流体科学研究所教授2009年慶応義塾大学理工学部情報工学科教授2015年慶応義塾特選塾員2016年画像電子学会会長 2017年慶応義塾大学大学院、理工学研究科開放環境科学専攻情報、工学専修主任、日本工学会理事、日本学術会議連携会員。2020年公衆電子鍵大学計算機、学院客員教授。情報処理学会論文賞、画像電子学会最優秀論文賞等を受賞。ありがとうございます。